今回はですね、私のこれからについて話していこうと思います。ちょっと真面目な話ですね。ツイッターのリプとか、YouTube のコメントとかでもちょこちょこ言われてたりはしてたんですけど、縦画面のサムネがね、表示されないように一週間前ぐらいからなっちゃったんですよ。これを本当に何とかしてくださいって言われてるんですよね。で、横画面で作った動画はちゃんとしっかりサムネ表示されるんですよ。ただ私の動画って大半が縦画面で作ってあるものだから、これがね、表示されないようになっちゃったんですよね。昔の動画も全部一週間前ぐらいから表示されなくなっちゃったんですよ。だから、まあ最初言われた頃は、まあどうせ不具合かなんかだからほっといたら治るでしょって言われて無視してたんですけど、正直。ただ、一週間経っても全く治る気配ないし、他のそういうパズドラさんとかそういう縦画面で動画作ってる人もこういう状況になっちゃってるんですよね。だからなんとかしなきゃいけないなって。いや、私の登録してる画面だけだから別に私の動画しか映ってないけど、複数人撮ってる人だったらチャンネル登録、もう私のサムネこれ邪魔じゃないですか、マジで。いや、解除されちゃう可能性も全然あり得るんですよね。だからちょっとね、これからもうちょっと様子は見るけど、それでも治んなかったら横画面の動画作るか、まあちょっとそういう風な、そういう対策した動画ちゃんとサムネ映るように動画作るかもしれないですね。で、これね、他のところだと大丈夫なんですよ。だから、私の普通に検索とかだとしっかりサムネ、こんな感じで出るんですけど、なぜかチャンネル登録と、まああとここではちょっと出てこないけど、ホーム画面とかですね、ここからだとちゃんと表示されないんですよね。で、それぐらいええやんって思うかもしれない人もいると思うんですけど、こういうホームから来る人とか、登録チャンネルから来る人がね、私の動画、どこから来てるか見れるんですけど、67%くらいの人はここから来てるんですよ。なので、いや、邪魔だなーって思ってる人がほとんどなんですよね。だから、まあ、ちょっとご報告で、ちょっとこれからはもうちょっと様子見るけど、今後はちょっと対策した動画形式に変わる可能性があります。もしかしたら YouTube の不具合で、治る可能性も否めないんですけど、まあ治らなかったら、そういう風に私の動画今後横画面に変わっていくかもしれないですね。縦画面の動画が好きだよっていう人には申し訳ないですけど、まあもう、これ一人で登録してるだけでもめちゃくちゃ邪魔なんで、まあちょっと対策取らないと、ちょっといろいろ文句言われるかもしれないから、今後もなちょっと対策いろいろなんか取るっていこうかなと思ってるところですね。はい、そんな感じでした。終わります。ごきげんよう。